では私の近況トークなんですけども政、えー、宗君のリベンジリターンのインタビュー記事がいろいろと上がっておりましてあのー、つぶやきカメラマンさんだったかなのつぶやきにも実は冬の日の撮影でしたっていうふうに書いてあって政宗君はあの放送時期がねちょっと延期になってしまって本来は多分4月スタートだったんですけどもあ1月だったかな。 だ、ねね、ったんだけどあの時期がずれて今度7月から始まるよということで撮影もねそう冬の日にあの行っていたということもあってあの写真こう公開されてる政宗くん関連の写真は約半年前の私だと思って皆さん見てください <laughs>。 <laughs> だからあのなんだろうなすごいこう時系列でも雑誌の撮影とかってそうなんだよね冬服をもう夏に着て撮ったりとかするくらいっていうからそういう意味ではちょっとこうモデルさん気分だったんですけど、まあ、その時にはねいろいろ放送間近っていうことで動いていたんですけど、まあ、その分パワーアップして7月に放送がいよいよスタートするのでインタビューを読んでいただいて私とヘゴちゃんの,あの6年ぶりのラジオも始まりますし私もインタビュー記事で「 ヘゴちゃんをヘゴルって呼ぶことにしてヘゴちゃんは私のことをミナッチって呼んでくれるっていうことが決まって <laughs> <みんな笑>え新人女性声優みたいな感じでしょへごミナッチって <laughs> あ皆さんこの鳥肌に耐えられるかな <laughs> 寒い棒が寒いも出ちゃう <laughs> そうだから今後イベントとかもしある時にはあの私たちはミナッチとへごまとして <laughs> ステージに出るんでミナちチーってみんな呼んで <laughs> その時はもう祈り祈りちゃん禁止ミナちーってミナちチーって呼んでねはい楽しみですね